ティケレトムデジュンです。今回はね、続きやっていきたいんですけど、前回がね、13対11ということでね、10V10 の決勝戦後半です。前半戦が13対11で大きく勝ち越している状況ですね。まあ、残り5アタックずつを見ていきたいと思います。今日の試合結果で優勝チームが決まると。というわけで早速やってみましょう。はい、というわけで早速やってみましょう。先行はクイーン王カズの方から後半戦やっていきましょう。カズマくん、クイヒーラワル。まあ、ヘイスト積まない形を使ってますね。さあ、小さいアーチャーターンの攻撃力が非常に高い。さあ、ベビドラ使ってウィズ島を切りに行きつつ、左にクイーンを流していくような流れ。HP ギリギリですが、貯めていって。次、アーチャータワーでタゲ取るまで待ってるような時間ですね。はい。ホーミングチェック兼クイーンの HP を守ってくれるような形。さあ、イエティとキングで囲い込んでいって、クジの方に入れていきたい流れかな。さあ、ベビドラがタウンホール殴りそうだったところをこれは止めていきます。さあ、キングがクジ入って、ここにバルキリー。これはターンホールは何で取るんだろう、兵器かな。さあ、このまま、あ、ウォールブレーカーつなげるんか、大工のところに。ここで一旦そうで、ああ、いいウォールブレーカーですね。2層目つけるような形が、これ一石二鳥でターンホールまで打てるようなウォールブレーカーになりますね。さあ、援軍かかるところ、これは美味しい処理になりそう。さあ、マルチ IT 打って、このまま、クロックは出そうだね。イーグル飛んできてるので、どうだ、耐えれるか。さあ、ボマーが12時入りつつ、次のタゲは、うん、大丈夫そう。さあ、クイーンシングルタウンを固めつつ、これはいいルートだ。これうまいね、このルート。まあ、クロック入っちゃったんだけど、レイジフリーズ3あるので、あ、これ取れに来たんで、まあ、レイジは、上側残す形になりそうかな。マルチを避ける形で進んでるので、そこに対してフリーズ投石も固めつつ、さあ、相手のクイーンの処理も終わってるんでね、オデンゾ地味だけど入ってるので、ここはフリーズかけていって、さあ、ラストレイジを、まあ、ここはバルーンにかけると思いますが、ロイちゃんもブーメラン残ってますね。さあ、ブーメラン使っていって、安い吹っ飛ばして回収のバルーンも付け足しつつのフィニッシュ。ルートが強すぎる。バース。いいルート。さあ、対戦相手。これは初手オーデンのトッツビズトッツア、アッチャ。オールアッチャかわかんないけど、お、オールブレーカー入ってましたね。これはほぼ全部スパーチャかな、ウォールブレイカー以外は。どうなんだこれ、呪文全部パオーデンまで使って、手前サイドじゃなくて逆サイドの投石折れましたね。タウンホールの裏にあったという理由だけで逆サイドにあった投石が折れてしまいましたが、焦るのはね、ドラゴン、しかもオーデンなしというところで、イーグル砲も残ってますからね。3時から行った方がドラルートは綺麗そうなんだけど、イーグルが最終残るので上から行くのも対空砲もかかるしね。ドラのルートだけ考えると、お、12時から来るっすね。これはさすがに、まあ、元々のプランかもしれないけど、さあ、3時にヒーローを展開してスニゴブサイドカット入れてるので、ヒーローのルート作りつつって感じですね。ヒーローのルートとしてもこれは3時はすごく綺麗に作れている。さあ、防衛クイーンドラゴン、これは HP 削れてるのでフリーザかけない。あ、マルチ対空に打つのかヒーローに打つのか、どっちかのタクだと思いますが、さすがにこれは
下側も綺麗に進んでると見て、マルチ対空ドラ側を延命するようなフリーズを打ってきましたね。そうなるとマルチまでは絶対そうですね、ドラゴンたちで取っていきたいところ。取りました、対空砲が残っていって、これはクイーンが残ってるので強いな。基本初手突ビズ系のこのトームぶっぱ系って、まあゴレを使った陸型か、まあラバルかっていうところだったと思うんですけど、ドラゴンも結構強そうですね。さあ全開取られていって、対戦相手からすると一本でもこけてしまうとほぼ積みレベルの点差ですからね。3点差で取られてしまうと、3点差だと終わりますね。前半3点差だったので後半も3点差、まあほぼパーセントで勝ってるので4点差レベルでひっくり返さないと逆転されることはないですね。なのでうちの攻撃3人目が、まあ相手に全部取られても3人目全開になったらほぼ勝ちかな。さあクイーンと当たったところ、これは嫌な逆走の仕方だ。いやーこの逆走はかなり運が悪いですね。フリーズはかけていきつつ、これは新、ターンはキングで見てたんかな、これどうだろう。さあ、ギリギリですが、レイジかけていって、これは回復間に合いそう。うん。シングル入るな。フリーズ？お。おお、全部キングに飛ばしていって責任をなすりつけましたね、キングに。さあシングルこの隙にインビジブル使って追っていけば、一応クイーンはアンチに入る。さあもうこれキング巻き込んでおでんライフオーラ入れつつもう始めていきましたね。いいタゲ、ロイちゃん投石まで行きたい。ナイスキングトームだ。これでラバハウンドがキングに固まるので、クイーンもロイヤルチャンピオンもラバーに捕まることがない。そしてウォールブレイカーも完璧なつなぎ目。さあ真ん中マルチがうざいですが、フリーズラストどこ打つか悩みますね。さあショッテクローク使って、ここは突破しつつ真ん中の方にロイヤルチャンピオン刺さりましたね。これよくリカバリーしたな。クイーンの方もロイヤルチャンピオンのおかげでターゲット変わらず、被弾受けず。いやーこれはなかなか難しいリカバリーだったと思いますが、持ってきましたねこれ、大逆走からの。さあこれは普通のラバルかな、イエティで引っ張る形かな。これバタジンガーのアバターですね。さあ初手やっば、ライドラッシュとかと戦術間違えてないって聞きたくなるような初手トームですが、ヤンキッター。さあここはトルネードに引っかかっておでんのトームを使ったにもかかわらず、さあこれはスパースニークゴブリン系でタウンホールを取るプランだったんですが、はい積みましたね。これはもうほぼ勝ちよ、これはもう無理でしょ。おでん使ってタウン残ったらもう地獄の展開ですね。初手おでんトームっておでんのトーム使ってるから絶対なんだろう、安全な攻めですみたいな、なんか勘違いされがちだけど全然そんなことないからね。普通に罠さえヒットすればこういう展開ありますからね。クインクロック打つのそれ、貯めときたいもんだけどね。リーズ使わないんだね。あーロイ
ちゃんこれはマルチに刺してタウンまで見たいプランだったと思うんですけど、テスラが生えたのでこれは逆走。ロイヤルチャンピオンでもターン打てないってなるともうラバルで取りに行かなきゃいけないんだけど、これがきついぞ。あ、え？そんなことある？ブーメラン入ったなぁ。運がいいなぁ。確かもこれラバ1だったんだ。これどういうプラン見てたんだろう。面白いですけどね、初手のダブルレイジの初手トームのラバルって。普通の人が考えつかないようなプランではあったので、まぁ、ちょっとどういうプランで見てたのか知りたかった感はちょっとある。でも絶対にマルチも投石も両方残るもんね。あの後どこに、ヒーローパートやってどこをラバ1で、借り取るプランだったんだろう。まあ発想として面白かったですね。タウンケアができなかった形ですが、さあこれも次前回取ったら勝ちですね。さあ決めに行きましょう。ライドラッシュですね。この配置はね、どこかで見たんだよね。トライブがね、こけてたのは見たんだよね。さあ、ライドラッシュ選択しました。まあ、このタイミングでのライドラッシュはね、時間勝負とかではなく、シンプルに全開を取りに行くためのライドラッシュを選択したので、結構珍しいんですけど。さあ、12時から突撃艦を入れていきつつ、エアスイーパーを降りますね。3、4時面で取っていこうって形です。さあ援軍引っ張って、この援軍重なるときに撃ったんだけど、おでん像のライフオーラの圏内だったのでストライカーが死んでくれませんでした。一発しか当たんなかったね。さあライドラサイドカットも入れつつ、初手トーム、レイジレイジとスパガがちょっと、本来これクイーンから先撃つプランだったんだけど、援軍連れちゃったんで変えたんすよね。これ普通にクイーンからで落ち着いてよかったな。援軍にビビってちょっとやめちゃったんだけど、全然ちょっと順番が違った。やっぱりクイーンがね削んなかった分ちょっと残ってますね。しかも運悪くこっちにテスラが回ってきちゃったので。さあロイヤルチャンピオンとオデンゾにフリーズ打つか結構悩んだポイントだったんですけど、見た上でいらないと判断し残しました。最終的にヒーローで取りに行けばいいと思ってたから。さあフィストで走らせていって、このフィスト竹に合わせてロイヤルチャンピオンを合わせていきます。うん、まあライドラね、こんな感じでホーミングヒットしていって、ここはフリーズ重ねて合わせて、あとね、何施設になるかを確認して、ここも大砲撃ったとこでブーメランです。ああ。ここでブーメランか。はいはいはい。なるほど。大砲撃ったとこブーメランの方がロイちゃんへの被弾は収まりそうだったけど、まあ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 。さあ、これで終わりと。まあ、シンプルに3、4次面にライドラッシュがね、めちゃくちゃ刺さりやすそうっていうところを、そっちに関してはエアスイーパーで。吹いてる形、タウンホールが逆サイドというところで、そこの障害を先に2個ライトニングと突撃艦で解除すればライドラができるというね、条件解除をしたライドラッシュでした。さあもうこれは何点差だ、6点差かで、相手が前回取っても3点差なので縮まらないことが確定しました。星1を取らない限りこっちが。さあライトニング2発の花火かな、この構成は。結構対戦相手はドラゴン多いですね。花火型だったりスパワーウィズスパーチャー系、まあなんかいろんなドラゴンが今形ありますが、いや、うん、美味しい。
こういう時ね、もうね、このフィストに合わせてドラゴン始めれる展開を作っとくといいと思いますよ。クイーンが、クイーン対決、制していって。なので、キングとか入れてるうちにもサイドカットはしておいて、もう始めれますみたいな準備しとくのがいい、ベストだと思いますが。さあ、ここでトーム。そうするとね、キングが12軸角に来たタイミングで、キングも巻き込むトームとかも打てるわけですよね。さあ、ここで、花火が始まりまして、お、トルネード出ましたが、ちょっと手前に、結構手前に置いてったので、これは、タウンホール近くのトルネードには引っかからない。手前に置くことでケアしてきましたね。さあ、ジャイアント盾のロイヤルチャンピオンが3次下置かれていって、これは強いな。呪文いちいち残ってるんですけど、花火のドラ、ね、ガーゴイルが最後クロスボウ思われおりましたね、3次。呪文があるんで、これは打ち得だと思うんですけど、まずはインビジブルから入る。さあ、ここでフリーズ打っていきつつ、ブーメランで、ま、スケルトンたくさん出てきますが、お寿司ですね。全開取られていって、終盤ちょっと全開結構増えましたかね、対戦相手。まあ、一本、チゴりましたが、ドラ系の攻めが全開取り始めてますね。さあ、星さん。さあ、ヒーラー2体ですね。ちょっと前にヒーラー2体の攻めも紹介しましたが。3時かな。どっちだろう、9時入れで。あ、9時か。9時だな。さあ、マルチ、クランジョーケイ。もう一つ施設なんだったかな、クロスかな。1、2、3。4個目がないからクロスだね。やはりキング、9時でした。さあ、ジャイアント、これはバネ。いいですね、いいタイミング。飛ばないアイゴレのタイミング、完璧。さあ、バルキリーもこのタイミングが、うまいな、いいタイミング。さあ、そしてアイゴレのタイミング、ね、凍結もいいタイミングで入って、ベビドラでカット外側蹴っていって、ヒーラー2体のクイーンがタウンホールの方へ。入れていきたい流れですね。さあ、インビジブル使ってロイヤルチャンピオン爆伸び。さあ、キングと当たってますが、すごい伸びてるね。さあ、ブーメランまで先に打っちゃう。こうすることでキングへの被弾がなくなりつつ、ただクイーンが逸れてますね。ガンガンに逸れてる。マルチまでいけんのか、これ。ロイちゃんいけそう。マルチ IT まで折れていく。さあ、6時にテスラモリ。これどうなんだろう。対空砲折れるタイミングでラバそこ当てたかったのかな。さあ、ベビドラも挟み込んでのバルーン展開。さあ、兵器は残してるんでね、これ、ボマーをタウンに合わせていくような形。フリーズも3発あるので、だいぶ溜めましたね。さあ、ここパピー弾ける飛ぶところをフリーズ合わせていきつつ、タウンホールその隙に折れましたね。これはタウンホール残ったんですが、もはやもうタウンホール取らなくてもいけるプランなんだ、これって。兵器でタウン見とけば、まあでもタウン周りの防衛施設あたりをね、クイーンが切んないと安全にはタウンホールに兵器は投げれないので。さあ、最後は詰まっていって全回答。後半戦はこれでパーフェクトペースですね、クイーンおかず。さあ、クイーラバ。前半戦、後半戦、トータルで今9分の7全開ですね、クイーンおかずの方は。
前半の13対1というところからパーフェクトペース。まあ、今回の対戦はね、10v10 ということで対戦時間が長いんですよ。そうなるとどうなるかっていうと、プランニング練る時間が増えますね。普段の 5v5 よりも。プランできる時間が増えるので、後半戦の方が基本的には全開率は上がるはずです。さあ、くじくいひ、これはくいひ入れてきましたね。さあ、オールブレイカーつけて、本来は流して行きたかったところだったのかな。いいタイミングのストライカーっぽい。うわー、いいタイミングだな。クロック入った。いらなかったくね？これ自分で置いたっぽいけど、どうなんだろう。おでんにビビったかな。さあ、レアルマドリード。クリスチアーノ・ロナウド7番。移籍前ですね。さあ、シューターが上側切っていって、これはこのままタウンホールの方に1マス区画誘導ができればめちゃくちゃ強い。さあ、フィスト使って切っていって、これクイーンへの被弾も少ないし、レイジ打っちゃう。フリーズまで使っちゃう。そうすることで、キングが殴ってくれるので、タウンホールもうほぼ折れかけだ。ああ、強い。ヒラが。ヒラは弱い。さあ、初手レイジトームを3時ぶっ放っていって、クイーンの方はここで落ちます。プロク入ってるしね。微妙。ヘイストも打っていきつつ、キングにロイちゃん使ってバルーンもちょいちょい落ち始めてはいる。さあ、真ん中シングルですが、これはトルネード引っかかってドラゴンライダー捕まりそう。6時に開始、挟み込むようにね、バルーンをアーチャーターに当てていって、挟んでロイちゃんまだ能力残ってる、合わせていって、これは全開だ。クイヒが強かったな。シューターの12時もぶっ刺さってたし、合わせ技ですごくいいリュートになりましたね。トータルで見たプランがすごく良かったかな。やはり後半戦対戦相手も全開が多く出てきましたね。相手は1本のみですね、後半戦ミスは。さあ、ラストアタック。51天才のクイヒライダー。まあ、この通り3点差なので、星1でもついた瞬間に逆転が不可能になります。さあ、ジャイアントからのバルーンからのバスターなんですが、お、自分で終わりましたね。さあ、エリクサータンク切っていって、おー、インビジブル？タウンホールを隠していくことで、これはイエティをタイチクロスの方に誘導していく。これわかりますか？さあ、そしてタウンホールの裏のシングル IT を追っていって、まあ、タウンホール起動させてる分ね、クイヒへの被弾は上がっちゃうんですけど、タウン横のタイチクロスってこれ今みたいな誘導しないと折れないですからね。まあ、呪文はその分使っちゃうんですけど、すごい誘導だ。この発想出ないな。あ、もうレイジ先置きしつつ、もう残り呪文が足りないんでね、9時から展開一択かなと思いますが、そうですね。さあ、これ早いな。3時もうキング展開するんだ。なんかね、もうちょい進んでから最後の方に出してもいいのかなって思うんですけど、かなり早く展開しましたね。さあ、キングロイちゃん3時。ただここにはトルネードが合わさっていく。リクスケもえぐい。何本あるんだ。さあ、もう一回フリーズ打たされて、呪文がもう打てないですね、ライダーには。さあ、トームを使っていって伸ばしつつ、ロイヤルチャンピオン、これは3時投石までは伸びていきました。まあ、トルネードとかもね、いろいろあったんで、スーサイド対策バッチリって形ではあったんですが、どうだ。さあ、クイーンクローク使って壁割り促進。ライダー12時対空まで伸びればいけそうだけど、ギリギリ。
そうなるとこれは食い火が、うわ、頑張ってくれそう。強っ。押し切っていきましたね。まあ、ちょっとギリギリな展開にはなりましたが、初手の組み立て方がすごかったですね。バスターとつらせていってからのインビジブルタウン隠しで、タイチクロスを折るためだけのイエティを使っていって援軍も釣るという、すごいプランニングだ。これは思いつかないな。すごい。さあ28点、後半戦パーフェクトで優勝を決めていきます。さあ、クイヒーディがホグで、ヒールが1枚でレイジが多いですね。さあ、イエティカットからの逆サイはスニゴブカット。いや、今のプランはね、だいぶ新しいので、まあバスター使う時点で結構、まだ研究されてない段階なのでね。お、ロケバルカットだ。逆サイドもロケバル入れるってことかな？で、この、一マス区画に誘導したいんだね。なるほど。天才的発想だったね。うわー、撃つんだ。おー、ナイスインビジブル。見聞色の刷毛ですね。しっかり見えている。さあ、これは下から行くのか上から行くのかですが、下上ですね。下から行くならもう始めてなきゃいけなくて、上から行くなら対空砲残ってる分、こっちも早めに始めていきたいというところ。ロケバルのホーミングチェックうまい。これちょっと使う人増えてきた。さあ、このままタウンの方にクイーンは歩きそうな形。これラストヒールですね。ディガホグ呪文を薄めに割いてきてるので。さあ、タウンホールフリーズで固めつつ、ここでレイジトーム。うわ、強いな。回廊であっても結構ディガホグがほんと増えてるんだよね、今。本来選ばれない戦術になってたんだけど、基本的には。いや、貫いたなぁ。これ、行かれたね。まあ、クイーン、あの、1マス区画にきっちり誘導してきたので、かなりめんどくさいんですけどね、サイドカット入念にしなきゃいけないので、イエティとか、ロケバルとかも逆サイド、スニゴブビザードとかもめちゃめちゃにサイドカットやってこれですからね。結果的にはめっちゃユニット残ってのフィニッシュ。うまい。はい、というわけでね、試合終了しまして28対25と、後半戦だけで見たら15対14かな。かなりハイレベルな対戦になりましたね、終盤戦。まあ、ワンミスのみというところでね、後半戦、これが BO2 とかだと結構ヒヤヒヤする展開だったかなと思いますが、無事、10v10、これで優勝することができまして、違うな、逆だな、無事勝つことができました、優勝と。まあ、10v10 の大会ってこれ以外にないんで、ほぼ、ないんで、出てないんで少なくても。まあ、綺麗に優勝できてよかったかなと思います。ここまで来るところで、なかなかめんどくさい試合というか、うーわー、防衛合戦で、おー、よく逆転したな、みたいなのとか、あったんで、前に動画にしたりとか、配信見てくださった方とかもいるかもしれないが。まあそういうのがあっての優勝なんでね、まあ結構めんどくさい試合を勝って、ここまで来て、決勝戦はわりかし安全に勝つことができてよかったかな。まあということで、今回はこんな感じで終わると思います。チャンネル登録よろしくお願いします。